言論 NPO の工藤です。さて、私たち言論 NPO は今月の24、25のこの2日間にわたってですね、北京で第11回目となる東京北京フォーラムを開催します。これは日本と中国が非常に厳しい時期にですね、立ち上げた民間の対話の舞台で、私たちは目的はあくまでも両国の困難や課題を対話の力で乗り越えたいと、そういうことでこの対話を11回続けているわけです。で、その対話の中で一番私たちが興味を関心を持っているのが安全保障の対話です。私たちは皆さんご存知のように2年前この対話の中で中国との間で不戦の誓いを合意しました。で、その合意をさらに拡大発展させるためにですね、私たちはいよいよ北東アジアの平和というものをどう作っていくのかということの議論に入りたいと考えているからです。で、今日はその議論に参加していただく3人の方に今日は来ていただきまして、今回のこの対話で私たちは何を実現しようとしているのかということを皆さんと議論していきたいと思います。ではゲストをご紹介します。まず宮本アジア研究所代表で中国大使も務められた宮本雄二さんです。宮本さん、よろしくお願いします。続いて元航空自衛隊教育集団司令官で元空将の小野田修さんです。小野田さん、よろしくお願いします。最後に慶応義塾大学総合政策学部准教授の神保健さんです。神保さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで3方と今日議論していくんですが、まず初めにですね、今こう安全保障の環境っていうんですか、この日本と中国を取り巻く今どういう状況にあるのか、で、私たちが非常に課題として考えなきゃいけない問題はどこにあるのかということをまず皆さんとお話ししたいんですが、まず宮本さんからどうお考えでしょうでしょうか。まあ、2013年にね、北京で不戦の誓いというね、工藤さん本当に一生懸命おやりになって合意に達したという背景があってね、それはそれまで日本と中国の関係っていうのは安全保障っていうのはまあ脇役だったわけです、日中の安全保障というのは日米安保条約の話であり、その日米安保条約がどういうふうに台湾に関係するかと、主役はアメリカ、脇役日本という感じだったんですが、2012年の尖閣をめぐる対立の結果、両国の軍、自衛隊と人民解放軍が直接対立するという状況が出現したんですね。ですからそういう全く違う時代にどういうふうにして日中関係をマネージしていくかというと、この安全保障の問題を上手にやるしかないんですね。これをうまくやらなかったら大変なことになってしまうという、その危機感から2013年に不戦の誓いというか、要するに怖いから戦争しませんというんじゃなくて、いかにして平和を作るかという積極的な意味での不戦ですけども、それをその両国で、すなわち我々で合意したわけですね。それをから踏まえて今後さらに一歩どう進んでいくか、すなわちこれまで安全保障が脇役だったのがもう主役になった、そういう時での安全保障問題なんですよ。だって当然安全保障問題は非常に大きなウエイトを持っているというふうに思います。はい、小野田さん、その時から尖閣問題を含めていろんな形で時代は動いているんですが、今どんな状況なんですか、日本と中国の安全保障の環境は。はい、私36年、航空自衛隊におりまして、10年20年前に中国の軍備が核もこの強大なものになろうというふうに想像していた人は少ないんじゃないかと思うんですね。それほど中国 その軍備拡大というもののペースは早い、それからもう一つは中国の、これ軍に限らないんですが、中国の行動というものが、周辺国から見ると非常に強圧的であると、いうこの2つのポイントが安全保障、中国と、日本だけではありませんが、中国のこう安全保障、我々の安全保障に関して非常に大きなその懸念材料になっているというところが事実ですね。尖閣諸島のことを申し上げれば、これ軍事的な緊張というのはあるんですけれども、実際に中国の軍とそれから我々自衛隊が非常に高いテンションになっているかというとそうではない。ただし、中国が一昨年にですね、防空識別圏というものを設定して以来、実際に空の世界では見えない緊張というものが高まっているというものは事実だというふうに考えております、主としてですね、中国と日本とのこの軍事的な緊張というのはやはり、東シナ海をめぐる中づく尖閣諸島をめぐるその状況というものが一番大きいのではないかというふうに考えております。
神保さんどうでしょうか。今何が私たちが問われている課題なんでしょうか。20年前ぐらいを振り返りますと、1995年、ちょうどあの日米安保共同宣言が結ばれる前の課題は何かというと、やはり朝鮮半島と台湾海峡、地域における不安定性不確実性にどのような形で、米軍が介入し、それを日本はサポートすることができるかということが中心的な課題だったわけで、脅威は我々の外側にあったわけですね。ところが宮本大使おっしゃる通り、中国 の、急速な台頭に伴って、その軍事力を投射する幅が全然変わってきたわけでもありまして、その幅が最初に現れるのがやはり東シナ海、海の領域と、そしてその空域、そして今は南シナ海に広がっているということだと思います。したがってこの海洋安全保障をどのように管理するのかということが、日中の間でも極めて重要な問題になってきて、でそこに具体的な、尖閣という問題が入ってくるというのが今の安全保障の構図だと思うんですね。でさらに広げていくと、そこには2つ大きく分かれた重要な問題があって、1つは、防衛大綱が散々言っているグレーゾーンという問題で、伝統的な軍と軍との対峙だけでなくて、実はそこに至らない領域ですね、武力紛争に至らない領域で、さまざまな公船の活動や、民間船の活動が活発になって、それが、我々の言う現状維持というものを、挑戦するという、迫力を持ってきていると。でこれをどうマネージするかって非常に大事な問題であることは変わりないですね。でもう一つの領域は、小野田空将が言われた通りなんですけれども、中国の軍事力の近代化がアメリカの介入のコストを上げるわけです。したがって90年代にアメリカが朝鮮半島に介入しますと、台湾海峡に介入しますといった計算式が相当複雑になり、相当高いコスト計算の中で考えなきゃいけないと、この戦略環境をどう考えるのかというのが、実は日本にとってもすごい重要な課題だということだと思いますね。まさに中国の台頭を含めて北東アジアの戦略的な環境が大きく変わってきていると、その中でさてどうそのマネジメントするかという話になっていると思うんですが、実は私たちはこの世論調査をやりまして、この安全保障についても中国と日本の国民に聞いているんですね。するとやっぱり一つ尖閣関係に関しては、まだ緊張あると言っても、それが軍事衝突にはなるとぐらいまでの気持ちはちょっと収まってきてるねと。でただ去年の世論調査を見た時には、中国の国民の半数がですね、尖閣関連で日本と中国の軍事衝突の危険性があるとという時はさすがにびっくりしたんですが、それはちょっと収まり始めてると。ただ一方でその安保法制の問題とかいろんな問題があったのかもしれませんが、軍事的な脅威をお互いが感じ合ってると。で特に中国の国民は軍事的な脅威で日本が1位になってしまったと、アメリカよりも。でこれは非常に心外なのですが、ただそういう環境もあると。だから非常に日中関係の世論は非常に落ち着いてきているというか、改善の方向はあるんですが、こと安全保障に関しては非常に複雑な展開を取っているというような状況なんですが、この状況は宮本さんはどう思いますか。ね、専門的な話は、ね、お二人から、お伺いするとしてね、パセプションというかね、物事の眺めて理解するというこういう出発点で、実は大きな問題を抱えててね、したがってその中国の専門家がどれくらい日本の状況を正確に理解しているか、それからその専門家の言葉をどれくらい一般の人たちが理解するかという、そういう課題を抱えてて、やっぱり日本がそういうふうに軍事的な、アメリカを超えて日本が軍事的脅威というのはちょっと変ですよね常識的にも考えられないんですけども、それがその結果として出るというふうな、それはやっぱり相当ね、相互理解の問題があるんですよ。とりわけ軍事専門家、人民解放軍ということを取りますとね、これはもう完全に国内の純粋培養の人たちでね、若い頃から海外との接触がほとんどないんですね。自分たちだけのロジックでずっとこう幹部になった人たちですから、自分たちのやっていることがどういうふうに他の国に受け取られ、他の国がやっていることがどういうことを意味しているのかと、ここの、基本的なところが足りないんですね。
ですからこのいろんなところで我々がわっと驚くような結果になるというのは実はその出発点のそもそものところでですね相当難しいね、相互理解のこのギャップがあるということを我々自覚しておく必要があると思いますよ、はい、宮本さんに追加でお聞きしたいんですが、まあ、そういう認識ギャップがある状況の中で日本では安保法制があり中国でどう受け止められているか分からないんですがそれが多分日本の多分軍国主義なり教育観みたいなのと、まあ、ある意味でこうつながった認識が、まあ、形成されているかどうか分からないんですがそういう傾向を持っていると思うんですがどうですかやっぱりこれもコミュニケーションギャップ、まあ、そもそも中国の社会にね、うん、そういうふうなその日本の軍事的な側面というものを過大評価するというか、うん、戦前の経験があるものですからねそういうことになってしまうと、うんいうことあると思いますよ、うん、しかしながら一番大事なのはねそれを超えてどうするかというね、うん、すなわち中国の人たちは彼らの世界に閉じこもってますので例えば日本の人が日本の考え方っていうのを説明してそれが中国の人に届くという場がないんですよね、うん、これ東京北京フォーラムは非常にいい場だと思いますよ、うん我々が議論している日本側が日本の立場を説明する、うん、そのチャンスを与えられてそれが中国の社会の中に入っていくと、うん、やっぱりこういうものがないとね、うん、向こう側の理解だけで国民に伝えてるから、うん、そういうことになってくるんですね、はい、小野さんもこの間ずっとお付き合いいただいて対話参加していただいてるんですけど今この環境安全保障の環境はどうですか今回行く前にかなり緊張してるんですかそれともやっぱりこれは対話をしてその今ギャップって認識ギャップの問題があったんですけどやっぱり埋めなきゃいけないと思ってるってどういう今お考えを持ってます認識ギャップは依然として大きいというふうに私は思ってます、うんうん、ただ私も今回3回目になりますけれども、うん正直申し上げて尖閣諸島を契機にして中日中の関係が非常に冷却をした、うん、その後、まあ、昨年の APEC を機会にですね、うんまあ、非常に中国側の姿勢に変化が見られ、うん、それが現在の比較的、まあ、日中関係の改善という方向を方向づけているように私は見ています、うん、ただし軍事的に見ますとやはり相互の対話の機会というものあるいはその仕組みというものがまだ存在してませんので、うんもう間もなく日中の連絡メカニズムというものが調印に至ると思いますが、うん、そういう機会をこれから増やしていくことで、例えば軍事関係に携わる人間の相互対話というものが広がっていくことで、お互いのその言論に対する予測可能性といいますかねそういったものが深まっていくことが非常に今後の課題として重要なのではないかなというふうに思います、うん、神保さんはやっぱりまさにその安全保障上の非常に大きな重要な課題をさっきお話しされたんですが一方でその世論というものがさっきみたいな形でこうちょっと非常にこう誤ったとこっちが見ると誤ったんですけど変な形で動いているで安全保障についての逆にこう脅威感というものを感じている人がいるとでこの状況はどういうふうにご覧になってますかね。いや安全保障はやはり戦後70年の日本の歴史の中でやっぱ重要な意味を持っていて、うん日本国内の世論というところから見ても安保法制をめぐってあれだけ大きく割れたわけですよね、うんうん、で実は自衛隊の活動世界的な展開というのはもう20年前の PKO 法案から始まっていて、うんうんもうカンボジアだけではなくてアフリカ中東ハイチも含めてですね世界中に展開しているわけですでにグローバルな活動をしていてで90年代には周辺事態法という形で地域的なこの展開ということも念頭に置いていたわけですよねでそう考えるとこの蓄積の中のにこの安保法制あるいは安倍政権の安全保障政策というものがあるんですけれどもところがやっぱり世論とのコミュニケーションとか中国にそれをどう伝えるかというコミュニケーションの視点で、うんうんまあ、なんて言いましょうか戦略的なパッケージングって言ったらいいんでしょうかそれに少し難しさがあったかなという気はするわけですね、うん、本来だったら日本もあんなに割れる必要がなかったし、うん、中国側ももっと落ち着いてこの議論を見ていいと思ったんですけど、うん、やはりちゃんと対話のメカニズムパッケージングの仕方、うん、分かりやすいメッセージを伝えていくという努力をこれからも続けなきゃいけないという教訓になったんじゃないかと思いますね、うん宮本さんどうですかやっぱり中国の社会はどういうふうに見てたんですかねこの1年間日本で
起こっているこういう安全保障上の大きな転換というんですか。一つのね、こんなこと言っちゃいけないんだけど、現役を離れてるから言わせてもらうとね色眼鏡なんですよ。だから面白いものでね、色眼鏡で見るとね、それにはまることはね、往々にしてあるんです。だから日本という国はもう本来的に非常に軍事を重視したね、そういうその、軍国主義になりやすい国だろうとこう思って眺めて、いろんなことを眺めるとね、その傾向が強まってるんじゃないかと、どんどんこのそういうふうに思い込んでいって、やっぱり日本は不安な国だというふうな感じになってしまうんですね。だからちょっとね、そういう傾向があるというのはもう我々自覚しておく必要があると思いますよ。やっぱり有働さんおっしゃったように、その、少なくとも専門家レベルでの対話なり、軍関係なり防衛庁との対話とか、もっといろいろ動いてないと話にならないような気がしますよね。そうですね。今止まっちゃってるってさっきおっしゃってましたよね。基本的にこう軍と軍とのこの対話っていうのは、両国の政治状況が悪くなると凍結されてしまうんですね。民と政と違って、政治状況が悪くても我々のような民間のこの 1.5、トラック 1.5 トラック2というのは継続するチャンネルになるんだけれども、軍と軍というのは政治が悪くなると当然止まってしまう、で止まってしまうとより危険な状況になる、何か緊張があった時にお互いに対話のチャンネルがないというところがある偶発的な衝突を生むという点で非常に危ない。それは改善してないんですか。それがですね、私先ほど申し上げたように昨年来の、日中の関係改善 その文脈の中で、いわゆる日中の我々軍事レベルの連絡メカニズムというものが再始動して、ようやくそのまとまりかかっているというのが現状の状況なので、かなり緩和をしているというふうに思います。わかりました。じゃあちょっと神保さん残ったんだけど、次の時からまたやってもらいますね。ちょっとここで休憩入ります。私たちが政治家に白紙委任状を与えることができないというのはその通りだと思います。国民一人一人が自分の考えがあり、志があり、願いがあるわけです。代表民主制という制度がある限り、もちろん国民が直接政治家に代わって政治を行うことはできませんけれども、我々は政治家に、ある当然の期待を持ち、注文があり、その枠内で政治家が政治を行うことを要求していいことだと思うんですね。そういう意味では選挙民と政治家との間に永遠の緊張関係があってしかるべきだし、それが失われているのが今の日本の現状ではないかと思います。そんなことでもちろん政治家は自分の所信を国民に率直に説明し、それに基づいて我々は政治家を選び、政党を選んでいくべきですけれども、そのコミュニケーションがうまくいってないと、国民をもっと考えさせ、国民にチャレンジし、自分の理想を国民に問うという姿勢を貫いてほしいというのが私の考えであり、願いでもあるということが言えると思います。はい、では議論を再開したいと思います。今第一セッションの話で、2つの方向がちょっと見えてきたなと思いました。一つはやっぱり認識ギャップという問題があって、やはり今の安全保障のそれぞれの政策の大きな変更なり進展に対してやっぱりきちっと説明し合うと、それに対してちゃんと議論もするということが重要なんですが、でもう一つは今の尖閣だけじゃなくて南も含めてですが、やっぱり平和的な環境というのをどういうふうに作っていけばいい、どういけばいいのか、どういうことが課題になっていくのか、それに関してきちっと議論すると、この2つの方向がちょっと見えてきたんですが、まず前半 そのお互い説明し合うという問題なんですが、日本は中国に当然、日本だけが説明するのは変なんで、中国に何かも話をしてもらうことが必要だろうし、で日本も説明しなきゃいけない、このあたりはどう考えるかということを今度神保さんからお話していただきたいんですが。はい、安全保障の安定性を図るためには、やはりお互いのことを知るということは非常に大事 で、そして知るためには、自ら透明性を高めていくという努力が大変大事なわけですね。ですから日本は多くの情報を
まあ、公開し、そしてその目的を明らかにし、法的な基盤も明示するということをもって、我々が危機にどのように対応するのか、そして平和をどういうふうに維持していくのかという姿勢を示すわけですね。で、大事なことは、我々が安保法制を作って、どのような形でじゃあグレーゾーンに対応します、同盟をどういうふうに強化しますということを明示しているわけですから、同じように中国がじゃあ海洋安全保障をどのようにマネージしていくのか、アメリカとの関係をどう規定しようとしているのかということを明らかにしてもらうということを我々は求めていくべきだし、同じような形での透明性、この透明性の中には軍事的な意図、ドクトリンを含みますけれども、同時にこれからの装備、どのような調達計画をしていくのかということも含めて、明確な形で議論できるような環境を整えることが大事だと思いますね。うん、かなり今の聞いて、お話聞いてハードルが高い気がちょっとしたんですけど、ただそういうことは絶対必要だなと思いました。小野さん、どうでしょうか。はい、私も全く同感でですね、この透明性をいかに高めていくかというのは、まず自分の国からというのが原則だと思うんですけれども、お互いに対話をして、ここのところが何考えているのかわからないね、何を言わんとしているのかわからないねというところを、お互い相互にこう議論をしていくということは非常に重要なことだと思うんですね。まあ、笑い話になりますけれども、日本は防衛白書というものをずっと作ってますけれども、年々厚くなるんですね。もうあと5年ぐらいすると持てなくなるんじゃないかと思うんですけど、あっちは3ページ4枚ぐらいしかないですよね。ところがやはり中国の毎年出されている、まあ、白書はですね、せいぜい数十ページのもので、やっぱりその中でお互いこう十分に説明ができるのかというと、それは難しいんであろうと思います。おそらく日本の防衛白書は世界でも5本の指に入るほど透明性が高い。正直申し上げて、現役の自衛官が防衛白書を一つの教科書にしているというのは皮肉な話なんですけれども、我々も勉強不足で、現役の時によく笑い話になるんですけど、そういう点でですね、防衛白書に書かれているようなことをお互いにもっと透明性を高めていくということがやっぱりベーシックな問題としてあると思うし、我々は彼らに対してそれを言っていくべきだというふうに思います。なんか私も防衛白書も読んで、あっちのあれも読んだんですが、日本の防衛白書を読むことによって中国が分かるっていうのがなんかありますよね。ありますね。非常に詳しくて、はい、で宮本さんにお聞きしたいんですけど、中国は日本の安保法制で何を知りたいんでしょうかね。つまりやはり今回の世論調査を見ても、やはり日本がなんか分かんないけど軍国主義みたいな状況の声が強まってるんですが、何を説明するということになるんでしょうか。いや、そもそもね、やっぱり彼らがよく国情、国の情勢で状況ですね、国情の違いっていうのを言うんですね。その外国の皆さんがね、中国の国情を理解してくださいということなんですが、日本の国情は、まさに民主主義でね、民主主義のプロセスにおいて政府というのは国民にきちっと説明する義務があると、それで国会の議論なんかも行われているんですね。さて、そういう、こうシステムとしてね、透明性っていうのは実は相当高いんですよ。だから中国の人が意識的に考えなきゃいけないのは、それをやらないとね、中国の意図っていうのは正確に理解されない。だから中国に対して、その我々あなたたちは否定的な見方と言ってますけども、実際はそういうところに一番大きな問題があるというふうに思いますね。だから日本の問題に関して言えば、一つはですね、かなりの部分は日本のマスコミ用の受け入れなんですよ。でも一番大事なのはですね、その新華社が参考小則というのを毎日作ってるらしくてですね、それは参考小則というのは全部外伝なんです。独自の記事というよりは外国の記事を紹介してるんですね。さて、日本のそういう安保法制に関係の議論というのは、大体日本の新聞の報道が伝わっていったということで、大体論調というのをお分かりいただけるというふうに思います。それが中国の人に入っていって、そうすると、その日本は無制限じゃないにしても、さらに海外で軍事力をですね、使う、そういう方向に着実に一歩を踏み出したというふうに理解してるんですね。ちょっと参ったなと思いながら聞いてましたけど、神保さんね、中国の人が日本が軍事的な脅威を感じる理由ということの一番多かったのは、日本はアメリカと連携して軍事的に中国を包囲しようとしていると。で、確かにやっぱり中国の中でそういうふうにこう安保法制をベースにして見えているというところもあるのかもしれないんですが、これに関しては神保さんはどういうふうに
中国に言いたいでしょうか。うん、これはあの、うん、中国の台頭と実はセットなんですよね。で、中国がやはり、まあ、より遠方に自らの戦力を投射できるからこそ、うん、その入り口にあるのは日本なんですよね。うん、まあ、もちろん台湾があり、うん、そして日本があるということなので、うん、日本はまず最初にぶつかる相手だということになると思います。うん、まあ、その日本が、新しい日米防衛協力のガイドラインと、うん、そして今回の安保法制でより、高いレベルの、防衛協力をしていくと、でしかもそれは平時から有事に至るシームレスな形で、共同対応をしていく領域を増やしていくということになりますと、確かにですね、同盟があの目の前にあって、でそれが中国の、まあ、主張するですね、さまざまなこの、問題解決の仕方とは異なる形で、うん、対峙しなければいけないという、こういう問題認識で、このアンケートの結果が出ているのかなという感じがしますね。小野さん、どうですかね。多分あの中国にはそういうふうに見えているんですが、しかし日本はやってる新しい、まあ、昔のからずっといろんなことをやった中での一つの展開なんですが、あの今の安保法制も含めて、ひょっとしたら中国が日本がそういうに軍事的にもうどんどん攻勢をして、ね、いろんなところに やっていくんだと攻めていくというのはないかもしれないんですが、それ見られている可能性はあるし、さっきの宮本さんのお話だったらメディアにそういう論調があって、それをそういうふうに考えてなんとなくそう思っているという状況もあると思うんですが、実際にはそれに対しては違うということを、あの小野さんだったらどういうふうに。あの宮本大使もご指摘だったと思いますが、やはりメディアの影響というのは非常に大きいと思いますね。で、あの今回の安保法制の一番あの中国が日本に対して懸念しているのは、やはり集団的自衛権の一部行使容認イコール日米が共同で戦争をする体制を築いているのではないかという、その懸念というものを中国が感じているのが事実でしょうし、あのそこのところはですね、大いに誤解であるということを我々は今後あの中国との対話の中で説明をしていく必要があろうかというふうに思いますね。なかなかこの集団的自衛権の問題というものは日本の国内の中でも正しく理解あのされていない部分もありますので、まあ、そこのところが一つネックになっているようにあの私は感じています。宮本さんはどうですか。ここがかなりすごく前半戦の焦点になるような気がしてるんですが、それはね、焦点になるんですが、同時にね、中国側もね、何故にね、この日本国民が中国に対する脅威を感じ、これだけ感じですよ、日本国民だけじゃありませんよ、東南アジアの人たちも、まあ、アメリカの、まあ、特にあの、あのセンシティブな人たちはそういうふうに感じ始めてますよ。それはどうしてそうなったかということについてね、我々が曲解してて、あの意図的にそういうふうにあの理解しようとしているというふうに言わずに、どうしてそういうふうに自分たちの行為とかがそういうことになったかということを中国側もやっぱり少し客観的に眺めてね、もしそれが彼らの意図と違うのであれば、それを我々が理解できる言葉とロジックでね、説明してもらう必要がありますよ。そうじゃないとね、あなたたちがね、我々がね、その脅威だと考えるのはね、あなたたちが間違ってると言われたってね、あの何で間違ってるかということをね、説明しなきゃね、我々あの考え判断のしようがありませんね。そういう中国側のその、ある意味での建設的な説明なり対応っていうのを我々できるだけ聞き出したいですね。あの神保さん、あのさっきあの例えば中国の軍事力の問題、装備とかさまざまな不透明性があるという話をされて、そこはきちんと説明してほしいという話だったんですが、一方でその南東のあの南沙諸島とかその東シナ海だけじゃなくて、いろんな形で中国がやっていることに関してということもやっぱり今回は質問したいということになるでしょうか。はい、あの、これ宮本大使の話を敷衍するとですね、2000年代の初め、特に中国が ASEAN と FTA を結んで、そしてちょうどあの南シナ海に関する行動宣言、ディクレアレーションオブコンダクトというのを結んだ時代は、比較的外交が力に先行していた時代だったと思うんですね。で、ASEAN も中国側に対する親近感を含めて、まあ、多くのこの貿易投資の関係が伸びていった時代なんですけれども、2007、8年ぐらいから風向きが変わって、
2010年代に入るとかなりこの力による支配という方向に舵を切った形で、南沙諸島に関する埋め立てを進めですね、フィリピンとはスカボロー礁をめぐって対立をし、ベトナムとはパラセルをめぐるオイルリグの問題で対立をしたりというのが目立って増えてきているわけですね。やはりどうしてこういうふうになっているのかというのは、中国側からやはり客観的な説明が欲しいところですし、じゃあどういう秩序を望んでいるんですかという着地点についてもやはりしっかりと説明してほしいと思うんですね。数年前、中国は ASEAN とそのコードオブコンダクト、つまり民主社会に関する行動規範に関する公式の協議入りをしたんですけれども、これが遅々として進んでいない状況にあります。でこの行動規範自体はですね、一方的な開発や、埋め立てという行動自体を自制するという枠組みにならざるを得ないわけ でこれをやはり引き延ばして、ある程度既成事実を作った後にしかこういう外交を考えてないという戦略であれば、これを厳しくやはりこう批判していくということは極めて重要な路線選択となっていくんじゃないかと思いますね。本田さん、どうですか今のお話。そのいろんな、日本も説明はしますけど、中国もいろいろ説明しなきゃいけないことはあるというふうにお考えですか？はい、私も全く神保先生と同様で、中国の皆さんが考えている国際法、あるいはそのルールの理解というものと、我々、日本だけではないアメリカも含めて、周辺諸国が考えているルールというものの認識ギャップというのは非常に大きいのではないかなというところが最大の懸念なんですね。でおそらくそこの部分が、私先ほど申し上げたように中国の強圧的な行動というものと結びついている。でそれはなぜなのかというその根本のところですね、そのルールに関する理解、国際法に関する理解のどこが我々と違うのかというものは、ところはですね、ぜひ向こうの皆さんと対話をしてみたいなというふうに思っております。宮本さん、今の話は、結局また認識ギャップの問題があるんですが、その確かに国際法とかルールに対する認識が、考え方が違うんじゃないかとか、領土に対する考え方も違って、いろんなことが違うんじゃないかとなってしまうと、そういうちょっと思っている方もいらっしゃると思うんですけど、実際に宮本さんはどういうふうに見てますか？中国はその全部生成過程にあるというふうに思う必要があるんですね。こんなこと言うと中国の人がもう頭にきて怒り出すと思いますがね、子供が大人になってね、相当図体は大きくなっても普通の大人の何倍もなっちゃったけどもね、こんなことを言うとなんだということを必ず定価大使が文句言うと思いますけども、いずれにしてもね、社会全体としての成熟度がね、まだ足りないんです。したがっていろんな問題について今学習中だけども、学習をしてそれが身についてない、だから国際法とはどういうもので、ルールとはどういうもので、それに対してどういうふうにやっていかなきゃいかんというのがですね、定着してないんですよ。それかというと全く別のものがあって、それに挑戦しようとしているのかというと、そこも言ってない。だから本当にどういうルールであればいいの、もともともルールが必要なのかどうか、当然必要ということになるんです。必要になった時にどういうルールだったらいいのかというところまで考えがまだ及んでないというのが僕の判断なんです。だからそこに我々の国際社会として中国と付き合ってくれる最大の問題を抱えているわけで、だから早くそこを脱却して、我々と同じレベルで同じこのところで議論できるようにしてなってもらって、初めて安定的なルールもですね、これまであるやつが全部正しいという保証はないんですよ。国際法というのは生成していってるのが国際法ですから、だからそこでみんなで相談して書いてもいいわけです。憲法を国民が書いてもいいのと同じように、それが民主主義というものですからいいんですが、そこ そのスタートできるところまで中国が到達しているのかなというのが私の疑問なんですね。つまりあれなんでしょうか、神保さん、国際社会、その国際社会のルールとかある意味である、それまでかなり力ある人たちが作っていくと、で中国はそれに対して挑戦するような一つの大きな理念なり何か持っているわけではないわけですね。そのいろんなことが理解できない状況の中で、それをこう自分流に解釈しているとか、そういう状況なんでしょうか、それともそういう秩序に挑戦しようとしているんでしょうか、中国は。ルールというのは、現状固定化という意味も持つ話で、宮本大使の言葉を使うと、体が大きくなるときに
小さいサイズの服を着させようとしているのかと、うん、自分はもうバチッとこう大きくなるようなものなので、うん、もっと先に体が大きくなっていくので、うん、今その小さい服を着させようとするのは、うん、我々のパワーを、削いで、うん、そして、自らその有利な国際環境に当てはめるということに従えということかという発想は極めて強いと思うんですね、うんうん、ただもしですね、中国が当然これからそのどこかの段階で経済のソフトランディングに入っていくとなると、今まで得たまさにそのアセットですね、それは経済的な規模であったりさまざまなこう作り上げた財とか制度ですけれども、これを制度にソフトランディングさせていくという話が非常に大事だと思うんですね。でそうすると当然ながらパワーだけでは制御できない国際環境をどういうふうに、お互い共存共栄でやっていくことができるのかという発想に早めにギアチェンジをしていくと、経済がこう落ちて混乱期に制度を作ろうなんて言ったってうまくいかないわけですから、そういう形に導いていけるかどうかというのが非常に重要なポイントだと思いますね。彼らはですね、強い国だから何でもできるという19世紀20世紀的な発想をまだ設計できない可能性があるんですよ。第二次大戦後の世界のルールっていうのはアメリカだけだって一国だけでルール作れないんですよ。アメリカでも作れないんです。大多数の国がサポートしない限りルールっていうのはできないっていう、そのが戦後第二次大戦後のルール、大きなもう我々の原則なんですね。そこに早く中国気がついてほしいと思うんです。はい、ちょっとじゃあこれで一回休息入れて最後のセッションに移りたいと思います。私は今の日本の民主主義はですね、民主主義の試練の最中にあるというふうに思ってるんです。どういうことかと言いますとですね、かつて日本が高度成長期にはパイの配分をめぐってですね、かなり民主主義が機能しました。しかし日本が平和な成熟国家に到達した時点でですね、国民が大きな問題に関心をあまり持てなくなって、自分の利害に関心を強く持つようになった。でこれにですね、政治が敏感に反応して、いわゆるポピュリズムのような現象が起こっていると、こういうことになると民主主義はある意味民主主義であるがゆえに自ら機能のレベルを下げていってしまうということになるわけなんです。そこで必要なのはですね、私はオピニオンリーダーの存在だと思うんですね。国民、政治家、政党、それぞれしっかりしてほしいと思いますけれども、まず言論界なりメディア界がしっかりしたオピニオンをですね、信頼できる形で発信すると、国民がそれを聞いてですね、判断の材料にしてもらうと、そういう役割が今の日本に少し少ないんじゃないかというふうに思います。ですから言論 NPO としてはですね、このオピニオンリーダーの役割、しかも公平公正信頼できるオピニオンリーダーとしてですね、活躍されるということが必要なのではないかというふうに思っております。最後のセッションになるんですが、多分これも北京東京フォーラム南蔵省の中で議論する、いや後半はこれを議論しなきゃいけないんですが、この地域の平和というものをどう作っていくのかということに私たちはチャレンジしたいんですが、その前に皆さんのお話を聞いてて、やっぱりいろんな質問が出てくる、あるんですが、中国はこの平和的な地域をどういうふうに作っていこうとしているのかということなんですね。なんとなく見てると、なんかその秩序を作るというよりも自分たちの秩序を作るというのは分かるんですが、平和的な秩序を作るということに関しての一つの大きな考えがあるのかちょっと分からない状況があるんですが、宮本さんはどういうふうに、このまだ試行錯誤というか生成過程なんですよね、だからその今のままじゃいかんというんで、2013年14年と習近平さんは対外政策をもう一回この整理してね、新しいその周辺国外交という、アジアこの周辺の外交を打ち出して、そこで平和であるとかですね、共存であるとか、あるいは包容であるとかね、協力であるとか、いろんなそういうそのことを打ち出す、それがその実際に中国がやっていることと一致しないんじゃないかと、
その直後にあれですよ、あの日はあの伏せの誓いをやった日なんですが、そうそれから1ヶ月後か何回にあの防空識別圏を設定しましたよね。まあ、これをね、そのある中国の指揮者は、いやもう中国の国内にいろんな考え方の人がいて、言ってることが矛盾するというのは、まあそういう国内の実態を反映しているので、もう今しばらくお待ちくださいなんてことを言ってた人もいますけどね、確かに、まあ、いろんな考え方があって一つにまとまりきれてないんですよ。ですから考えてる人が出始めたこと自体はいいことなんですが、それが中国全体の意識にまだなってないと、中国政府全体の意識にもなってなくて、それを進めようとする人とそうじゃないことの人と、まあ、もう現れてきていると、そういう状況なんですね今ね。小野さんどう思ってます、中国はどういうふうにこう平和的な環境を作ろうとしているのかという問題もあるんですけど、はい、どういうふうにご覧になってますか。先ほど大使が生成過程とおっしゃったのは、なるほどそういう見方があるなというふうに私は思ったんですけれども、例えば防空識別圏を一昨年作った時もですね、その後例えば米国の指揮者なんかでもですね、いくつか指摘されているのは、やはり中国の人民解放軍の空軍が自分たちの力を国内的に確保するために強く出ているのであると、まあ、言ったような見方、これ私正しいかどうか分かりませんが、エビデンスもありませんし、ただしそういうような見方もあって、それは論理的にはですね、納得できる部分もあるなということが一つ、それから先ほどから中国の国際法へのチャレンジという話が出てますけれども、まあ、そこで今私が最も注目しているのは、やはり神保先生おっしゃったような南シナ海で中国がどのようなルールを作ろうとしているのか、それからもう一つは、中国が今ロシアが例えばウクライナあるいは中東に進出をしてやっていることを中国はじーっと見ているのではないか、でロシアの帰結が国際的なルール秩序というものにどのように影響するのかというものを彼らはじーっとそこで学んでいるような気がするんですね。まあ、そういう意味で私は生成過程といった点に非常になるほどなというふうに覚えるんですけど、でここで重要なのは、やはり将来志向でそういったところをお互いに切り込んで鋭く議論していくと、まあ、いうことが今我々に求められていることなんだろうというふうに考えています。ですから私はアジアだけにそのなんていうか矮小化というか我々の視点を矮小化するのではなくて、もっと外に目を広げて中東で起きていること、ヨーロッパで起きていること、こういったことも全てその国際秩序ルールということ観点からすると一つの大きな試金石になるということを忘れてはいけないというふうに考えています。今の話が非常に今回の私たちの対話にも問われていて、実は言うと私も同じ問題意識を持っていて、ワシントンから帰ってきて宮本大使と香田さんと中国の人民解放軍の人たちと議論したときに、まさにその話をしたんですね。つまりウクライナの問題もあるし、大国しかも核保有国なんですが、それが今の平和的な秩序をここにチャレンジしているのではないかと、でどういうことを考えているんだと、でというのは実を言うと、ワシントンである議論をしたとき、中国側の人たちが中国の経済発展に伴って今までのある平和国原則なりなんかを守り続けることは難しいかもしれないという話をしてて、それと同時にロシアというものを非常に重視してたんですね、プラス意識で。だから私もちょっとこれは重要だなと思ったら、中国はその議論をやろうってあの時言いましたよね。だからであれば今度の安保対話でやろうと思ってるんですが、さてできるかどうかって、非常にこれやったらかなり本当の議論になるんですが、ジムさんどうですか、中国はこう平和的な秩序という問題に対して模索なんですかね、今の段階は。まあ、かつてであれば中国の国家目標はその経済発展、それを安定的に進めるための国際環境という言い方をして、周辺国との協調というのはそういう形で正当化されていたわけですけれども、まあここ数年は革新的利益論というものを前面に出してきて、それは中国の主権、領土保全に関する問題と自らの政治体制の安定性を守るということに関しては、まあ一切妥協ができないものとして定義を深めてきたわけですね。でそこには当然台湾が入るし、そして海洋権益を守るという問題があるし、
まあ、あの新疆ウイグル、チベットを含む領土の統一性みたいな問題をこうどんどん含めるんですが、この定義がまた伸縮するわけですね。でこうそれが伸びてくると、これを東シナ海も南シナ海も入ってきますなんていうことを言うと、周辺国、日本アメリカを含むですけれども、共存可能な空間がどんどんこう押されるような状況になってしまって、このような言説が主体である、場合にはなかなかこの、安定的に平和の環境を作るということは難しいというふうに思います。で共存可能な空間をどう作るかっていうのはまさに今までの議論にある通りなんですけれども、中国がその他のアクターとが、その例えば航行の自由とか、あるいはさまざまな形で資源開発を共同でできるような環境を、ルールをベースにできるかどうかということが非常に大事だと思うんですね。話を戻すと、革新的利益っていうのは共存不可能な領域で、これが広がるとゼロサムゲームになります。ただし共存可能な領域をルールで作るという発想になれば、そこには平和共存の可能性が生まれるということなので、この後者のロジックをどれだけ伸ばしていけるのかというところが重要な議論になると思いますね。はい、今の指摘はぜひ今度の対話でも やるべきだと思ったんですが、ただ今のお話を伺いて、もしかそれが生成過程であればね、小野田さんおっしゃったようにまさに今議論を真っ向からやる段階に来たなという状況なんですが、固まってるんであれば非常に困るなと。で宮本さん、どうですかね、この生成化等のプロセスの中で中国と対話をして、一つの中国が平和共存に対するとか平和的な秩序に対することに関して何かを生み出す余地っていうのはまだまだ中国の社会にはあるというふうに見ててよろしいでしょうか。それはあると思いますね。というのはもう客観的な事実として、中国が自分の意思を全世界に押し付けることができることは不可能ですよ。それはもう実現予見しうる将来それはありえませんね。それはすると中国はある段階で妥協を迫られるわけですね。その時に我々がどれくらいきちっとした、その立場を堅持し、それをが正しいということをですね、世界に対して納得させるものを持ち続けることができるかどうかだと思うんですね。一種のソフトパワーですよ。ですからこれとこのルールに関しては我々も絶対に妥協できないと、これは守るべきだって、多くの国がそうだというふうになった段階で、確実に中国に対する抑止力になりますよ。そういうものを我々はこう前面に打ち出していく、そしてより多くの国々の賛同を得て、結局それが国際的なルールだと、それをあなたたちを守るんですか守らないんですかという世界に持っていかないと、安定していかないと思います。まさに神保先生おっしゃったようにね、革新的利益と中国の人言ってますけど、あなたに革新的利益って言ったら、うちも革新的利益ですとあなたは情報できない、あうちも情報できませんということで、もうまさにこれ衝突構想を歩むしかなくなるんですね。これはね、お互いにやっちゃいけないことなんですね、実は。ちょっと今お話を伺いながら、今度の北京時計はどんな議論形成するのかと考えながらちょっと聞いてて、非常に楽しみになってきたんですが、確かに一つは神保さんおっしゃっているような状況の中で、共存領域、つまり課題を共有してそれを解決していくと、それもルールに基づいてやっていくとか、その領域を拡大していくというふうなチャレンジはできるような気がするんですね。それからもう一つ政治的に言えば、北東アジア、いろんな問題あるんですが、それはじゃあとりあえずどういうふうにその平和的な環境というものを作る、そこが分かる理念でもいいし、ルールでもいいんですが、という形の議論もできると思っているんですが、さっき本当に議論しなきゃいけないとおっしゃった小野さん、どうですかね、これはどういうふうに議論を進めていけばいいと思いますかね。正直言って僕は非常に難しいと思ってるんですよ。ただその対話というものはいろんなレベルがあるわけですね。例えばそのポリティカルな政治面の対話、それから一番容易なのはアカデミアの学と学の対話で、一番難しいのは軍と軍の対話なんですね。でアメリカと中国との関係を見ていると、この軍と軍の対話というものが今進みつつあります。で、もちろんまだまだお互いに制限は持っているものの、リムパック演習というハワイ周辺で行う一番大きな演習に中国海軍が参加してますし、それを通じて
米中の間で、うん、の軍人の間でですね、一定の対話が行われているというのは事実です。で、残念ながら日本と中国と の軍と軍との関係、まあ、自衛隊との関係というのはそこまで進んでません。したがって私はそこにまだ大きな余地があるし希望を持っています、うんうん、で大事なのはですね、軍と軍が衝突してしまうと政治から何から一気に壊れてしまうと、せっかくいい関係ができてもですね、うん、なのでその衝突だけはなんとか防止しなきゃいけないというのは、これは中国においても同様だと思うんですね、現在の世界の状況、うん、あるいは経済の状況の中でですね。したがって私の視点はその軍と軍との対話のチャンネル、あるいはそのをいかに増やしていくかということをいかにこれから広げていくかというところが私の今回の対話の一つのポイントになるというふうに考えています。確かにこれ聞いてる方がちょっとなかなかイメージつかないと思うんですが、私も軍と軍の関係の議論にこう参加して、まあ、司会この非公式でやったときに非常に軍関係の人で現実的ですよね。オペレーション上このどうやったらその戦争を起こさないとか衝突を回避するためとかいうことで共通のこう話ができる余地がありますよね。あります。あれ驚きました僕すごく、はい、だからそういう交流を深めた方がいいっていう話だと思うんですが、で、はい、すみません、はい、どうぞ。で一点だけチャンスはですね、うん、HADR ヒューマン人道主義、それから災害に対する対処のようなもので、うん、お互いが協力できる余地が大いにある、うん、でこれは軍だけではありません。警察関係、消防といったような関係もそうですし、マレーシア航空の370便が行方不明になったときに、うん、中国は非常に主導的な立場からいろいろな貢献をしてくれました。そういった面から我々が協力できる余地は大いにあるのであって、うん、そこを突破口にしてですね、関係対話を増やしていくということは私は大いにチャンスがあると考えています。神保さんどうですか。はい、キーワードをおっしゃる通り、危険をいかに回避し危機管理のメカニズムを作り、そして共通の利益があるところはそれを増進していくという2つの作用を同時並行に進めるということだと思います。で、危機管理についてはすでに小野田さんがおっしゃった通りなんですけれども、共通の利益をどこまで、お互いに重要なものとして認識していくのかというのはもっと伸ばす余地のある分野だと思うんですね。例えば私は見てて思うのは朝鮮半島の問題、北朝鮮をどうするかという問題についてはもちろんアプローチの違いがあります。どのような形で、非核化を目指していくのかというレベルの違いはありますが、非核化をする目標という大きなところでは実は日中は米中もですけれども、お互いの共通の目標があるわけですね。でこれをもっとメカニズム化して対話を深めていこうということは、うん、おそらくできる領域だと思います、うんうん、でまた小野田さんがおっしゃられたような HADR、まあ、人道支援災害救援の枠組みですけれども、この HADR は現在のところ、2国間多国間の軍事的なこの訓練演習のメカニズムの中心的な課題になってるんですね。でこれらの第三国を想定しないような共通の利益を増進するような枠組みを通して軍と軍との関係が深まるということが大変大事 でこれは中国の人民解放軍にもオープンになっているわけです。多くの国でこういったインターフェースをどんどん増やしていくという努力はこれからもしなきゃいけない。場合によっては日本はそれを中国の牽制のために使うこともあるでしょう。ただ同時にそういった枠組みを中国が参加できる枠組みに変えていくということもあるということなので、中国が建設的な姿勢を示したらぜひ一緒にやりましょうと、でもしそうでなかったらその枠組みさえも牽制の枠組みに変わるかもしれませんというような柔軟なコミュニケーションを軍と軍との関係を通してやっていくというのが大事かなと思いますね、はい、私はやっぱりこういう外交を動かすときに非常に重要なのは世論だと思っているわけですね。その世論が非常にこう感覚的に非常にこうナショナリスティックに動いてしまうと、まあ、皆さん今おっしゃっているような話をもうとにかく専門家が必死でやってなきゃいけないと。ただ本当はこう有権者なりいろんな人たちが市民が考えると、国民がということに僕たちの大きなゲノピオの役割が結構あるんですね。なのでこの前の不戦の誓いも多くの人たちにどれぐらいそのきちっと理解されたかということを、まあ、少しちょうど心配してたんですが、この間その世論調査を今回今年やりましたら、
この北東アジアがじゃあ将来どういう目指すべき理念があるのか、その価値観と書いたんですが、さっき宮本さんは理念の方がいいとおっしゃったんですが、理念があるのかという説問を出したところ、いろんなそこに例えば自由とか平等とか法治とか法の支配とか人権とかいろんなことをいっぱい入れたんですが、その中で選ばれたのが、つまり日本が 72%、 中国が6割が選んだのが平和だったんですね。でそしてもう一つがあるのが協力発展、つまり多くのその世論なり多くの国民が7割や6割を超す人たちがこの地域の平和を考えているというのは、これ非常に大きなことだと思うんですね。これをベースにして、やはりその私たちはその平和秩序という問題をもう一回その大き新しい視点で動かさなきゃいけないと思っているんですが、宮本さんどうですか、今度司会やられますか。いや、それ全くそれは私にとっては元気づけられる結果ですね、うん、それだけ多くの人が平和というのを強く意識していらっしゃるということは、その政府もそちらの方向に進めということですから、したがってその基礎ができたという感じがいたします、うん、あとそれをどういう形で具現化していくかって、これはまさに専門家の方々がいろいろ知恵を出して実現していくことだと思いますけども、そういう背景をもとに少なくとも今日一緒にそのやっていく共通の目標を今回確認することができればね、それはそれだけでも非常に素晴らしいことだと思いますよ、うんうん、この会議をやった一つの意味があると思います、はい、ちょっと時間が過ぎてしまいました。多分今日この議論を聞いている方はこの続きを聞きたいという人が多分いっぱいいると思うんですね。それは私たちはまさにこの中国との対話をやっぱりこの地域の平和を作るために、環境をきちっとマネジメントするために何ができるかということをみんなで考えようという形で、単なる議論をするためが目的なので、その結果そういうことを実現したいという気持ちがあります。ぜひこういう私たちの作業に皆さんも参加して、またこの話を聞いて自分でも考えてみて発言したり、そういうふうな状況になっていただければと思います。で私たちはこれから来週北京に行きますので、ぜひまた皆さんに報告したいと思っております。では今日は皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。